はい、こんにちは、カッパパです。八方尾根登るゴンドラの前です。はい、チケット買う前にね、登山届を出します。これですね、ダルペンライの運行2名様でよろしいですか、ね、はい、いいです。はい、はい、ゴンドラ乗り場です。お願いします。はい、待って、はい、おほほほ、悪魔山パターンだ、グランデコと同じやつ。面白いね、これね、共通券なんだけど3回見せなきゃならないんで、めんどくさい。今日はね、先日買いました GoPro Hero 8の、初仕様ということで、ね、手ぶれ防止を最強にしてるんですが、どの程度もう手ぶれ防止になってるか、山の場合は、ね、別に手ぶれ防止じゃなくたっていいんだけど、で今日はね、栃木県宇都宮出る時の天気予報は晴れのち曇りぐらいだったんですよね、こっちは。まあ山だからね、分かんないですけど、とりあえず現状朝8時は八方尾根スキー場は曇りですね。はい、これね、山肌にまだまだこう藪が残ってますよね。だいぶここ八方でも積雪が少ないんだと思います。はい、8時10分ですね。うわー、雪降ってな。はい、次はあれかな、登るの。先大学、すごい並んでる。はい、さらに上行きます。下見れない。下見れない。怖いわ。はい、こんな感じになってます。はい、アルペンクワッド降りてね、こっち方面ですね。方面さってさ、白くて分かんねえから。うん、はい、見えてきました。おう、はい、最後のね、クワッドリフト、もう無事乗れました。しかしさ、これは今日は、いけねえことはないけど、何も見えねえからな。何も見えなきゃな、八方尾根だろうが、あの那須のスキー場だろうが一緒だからな。でも今日はね、あの登山客と、スキースノボ客の、割合なんですけど、だいたいそうだな、20対1ぐらいかな。非常に少数派で、なんとなくね、
この人は何だろうっていう目で見られてるのがちょっと痛いところですね。青くなってきたよ。おお、おお、光が、ほら光が、光が、ほらすごい光が差してきて、なんかさ、すごい青い空がさ上出てきたんだけど、おお、もうリフトだ。はい、8時37分はい、八方池山荘着きました。今日はここ泊まるんだけど、うわ、すげえ。うわー、こんな感じ。あ、すごいよ。こっちが登山道ね。少し荷物を軽くしてきます。8時55分、はい、上がってきます。こういくのね。いや、雲海の上に出ましたね、風。おお、鹿島槍がね、くっきり、あとこっちが五竜だね。見た通りね、下界は雲海の下ですね。どうですか？これはね、やばい。やばいって。9時29分はい、蹴るんですね。
てる。ボーケル、はい、10時14分、八方池の分岐です。はい、いやあそこまで行ってんだね。とりあえず八方池行ってみましょう。けるんだ。八方池のけるんですね。八方池ケルンの、前にいます、今日はとりあえずここで引き返して、ね、八方池山荘で、まあ、ビールを飲みたいなと思います。今朝2時起きだからね、さすがに疲れちゃった。そうだよね、明日の朝から登れば大丈夫でしょう。今日はね、八方池まで来て、まあ、様子見ということで山荘に戻ります。今ね、11時ぐらいですね。だいぶ警戒が見えてきた。下手な山よりね、ここ高度感があっていいね。
はい、じゃあこの尾根をね下ってほら赤い屋根八方池山荘まで降ります。はい、ちょうど12時ですね。はい、アダムの、はい、登る方の駅に着きました。面白かった。面白かった。うん。はい、次はね、前泊でもして、もう一回登ってみたいと思います。